なで型インスタントパーティープロデュースエキストラカーテンコール開演します。エキストラの皆さん OK ですか？ありませんか？バケロ！クジじゃなくて足
昔こういうものなんです。どういうものよ。だから警察の。はいはい、わかりますわかりました。それで、お二人はこの辺にお住まいで。あ、違います。東京の方から。お、ご旅行か何か。こちら、いや、まあ、なんというか半分仕事というか。半分痛いから行くだけなんだから、なんだっていいでしょ。お、確かに。ああ、まあ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 、それで。ああ、いやいや、近所で、ね、事件がありましてね、それでちょっと聞き込みをしてるんですよ。そりゃ大変ですね。事件って何の。うわ、おい、結論からね、言いますとね、昨晩近所の宅でローマが殺されました。その目撃情報を探してるんです。昨日は私たちここにいたわよ。まあ、そうですね、一晩中。失礼ですが、お二人の関係は。仕事仲間というか、仕事未満というか。犬違うか、たち。たぶん、たぬき。彼が。違うわ。こう、昨晩は、どっこ一人いなかったわ。たぬきが一匹、あっち走っていった。なるほど。興味深い。何の話ですか。いや、この辺りはね、川口湖畔、その昔、カチカチ山の舞台になったところでは。まあ、とは言っても、太宰治の書いたアレンジものです。そんなのはあるんですね。私、ラザルスキー、あんた人間失格。どう、すいません。ふむ、タヌキが一匹どう。ご協力感謝します。はい、いいですか。すいません。テイク2。